ガーシーさん、ちょっといいですか。あの選挙は今日でやるんじゃないんですよ。堀江です。あはじめまして、どうも、はじめまして。いきなりホリエモン出てきたら、はい、いやいや、もうなんか僕あのなんかね、今切り抜きの話をしてて、 あの YouTube の動画で、ね、全部ほとんど削除しちゃったんですよね。はい、はい、でそれで生配信で言ったやつをメンバーシップ、今非公開にしてます一応、はい、メンバーシップで切り抜きでみんなにやってもらってると聞いて僕びっくりしたんですけど、すごいですね。ホリエモンの暴露ないですか。ベスタベラビスタ、それぐらいベラビスタの堀江さんのやつだけやめといてください。いや、いいんです、いいんです。僕はベラビスタのアンバサダーだったんで、はい、あの僕は全然公開してるんで別にあのめくられることないんで、何もかっこいい。いやいやいや、何もないです。全然何もないです。はい、あのいいんですけど、まあ、三木谷さんの件はちょっと僕もあんまり言うとあれなんで、あのガーシーさんにやってもらってですね、あのちょっとなんかいろいろね角が立つんでね。ガーシーの放送に今堀江さんが出演してるでしょ。あ、そうなんですか。まああの声だけですけど出てます。すげえな、これ絶対引っつかないと思ってた2人でしょ、どっちかっていうと。なんか近くにはいたみたいですけどね、西麻布の界隈とか、僕共通の知り合いいっぱいいました。もっと前から僕だから堀江さんのとこで働いてた直樹という人間よく知ってます。え、はい、誰ですか。直樹、はい、直樹です。直樹、ジャニーズにいた直樹ですか。あの堀江さんが麻布十番かな、バーやってたじゃないですか。はい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 、直樹ですね。サッカーが上手い直樹ですね。はいはいはい。そこのバーで働いてた直樹という人間です。はいはいはい。小川直樹です。小川直樹、はい。あ、直樹は知り合いなんですね。はい。僕それでね、堀江さんの店行ったことあります。ああ、そうなんですね。麻布十番のね、バーですね。はい、芸能人がよく来るバーで。はい。僕は来た人の名前とか言わないですけど。ああ、さすが。ちょっと言えねえな。和牛マフィアにも行きました。ありがとうございます。